皆さんまたお目にかかりました。デモンストレーターの田原栄一とフォトグラファーのラスキーです。はい、ラスキー先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、この後ろの作品ちょっと明るさの問題で見づらいかもしれないんですけども、先生ちょっと後ろ下がりましょうか。このサイズわかりますか？ゼンバイなんですよすっごい大きいサイズで今回飾ってるわけですけども、今回は今時ポートレートのフォトモークの作品展ということでして、はい、昨年ですね、今時ポートレートフォトモークということで第1土曜日、はい、そうですね、12回シリーズでやったわけですが、その外で撮って写真ということで、うん、今回は全部で何点でしたっけ？21点、中には全倍あり全紙ありですけども、はい、まあ A さんがメインというところなんですが、今回本当に迫力がある、そして季節もね、見応えありますね、はい、そして季節もね、あの写真を見て、ああ暑かったなみたいな、本当に思い出しますよね、はい、ありますけども、はい、そういったあちこちのシーンで捉えた写真というのが並んでおります、はい、そしてね、先生にご自身がレンズベビーのアンバサダーをされているということなんで、はい、今回はレンズベビーを使った作品を半分ぐらいで、普通のレンズで撮ったのも半分ぐらいということで、うん、半々ぐらいの感じで ね、はい、うまく収まってるなということなんですが、うん、レンズベビーもね、そのレンズベビーの本来のレンズベビーのレンズと、うん、ダブルグラス2とかね、スイート35といったものもあるんですが、中にはね、ベルベルトもありますけども、普通のレンズを先につけるフィルタータイプのね、レンズベビーをオムニオに使って、ね、はい、周りの風景を映し込むとか、うん、あるいは虹を出現させるみたいなね、作品も入ってますので、これはね、勉強になるんではないかな。なかなか、ね、レンズベビー撮ったらこんなになるかと。で、中には何で撮ったっていうことでレンズをこう記載してくれてる人もいますので、はい、参考になるかなと思います。ということでね、本当にね、レンズベビー、まあ、以外の作品もあるわけですが、フォトウォークで、うん、昨年1年ね、あちこち行った中からの厳選された、はい、で、ね。で、21枚ということですけど、参加者人数で言うと、参加者人数で言うと、これ、1、2、3、はい、10人ですかね。10人、はい。ということでね、本当にたくさんの方が、今回参加いただいているということなんですね。はいはい、ということで、今回のポートレートフォトウォーク作品展なんですが、はい、明日の、2月の、14日、バレンタインデースタート。そうですね。ということで、はい、終わりがですね、CP プラス2024の終わりの翌日ですね、はい、27日の月曜日までということで、2週間、はい、この期間にやってますので、で、20日の火曜日だけね、会場お休みなんで、うん、その日は見れないんですが、2週間やってますので、ぜひですね、ご覧いただければなと思います。中野のお越しの際はぜひ天候時縄さんの本社、この2階のギャラリーですね、はい、ここまで足を伸ばしていただくと、まあ、この辺の写真がずらずらっとちょっと見れるということですね、はい、まあ、今回 CP プラス期間にわざわざやってるというのはですね、これアメリカのね、レンズベビーの社長さん、ジョナサンさんという方がいらっしゃるので、ぜひレンズベビーの社長さんにもご覧いただこうということで、このタイミングなんで、まあ、CP プラスの裏で行きづらいよと思われるかもしれませんけど、CP プラスの前からやってますので、はい、ぜひですね、お越しいただければと思います、はい、そしてね、この期間中にラスキー先生のやっておられる今時ポートレートの方のアピールもですね、はい、しっかり、ね、してまいりますので、今時ポートレートなかなかね、こういう写真が撮れるんだとかね、うん、モデルさんこんな感じなんだっていうのが分かる作品展ですので、結構はい、そういう色が強く出てる方の写真もちょっと奥にあったりしてね、そうですね、非常に面白いんじゃないかと思います、はい、まあ、先生のご指導というところもちらちら見えたりしますから、いやいや、先生の影響を受けてこんな感じになるのかみたいなね、はい、そんな感じところがありますので、まあ、ぜひご覧いただければと思います。ということで、はい、2月27日までの、今の時ポートレートフォトウォーク作品展ということでご紹介いたしました、はい、皆さんのお越しをお待ちしております。ということで、中野の健康時にはぜひお越しください、はい、よろしくお願いします。